はい、ナスとピーマンです。はい、今回栽培する品種はナスは、私たちのチャンネルではおなじみの香川の地元野菜ですね、郷土野菜の水戸よナス。別に動画を上げてますけど、世界で一番美味しいと言われているイタリアのフィレンツェナスともう味も形もほぼ同じです。火を入れるとトロトロになって皮も薄くて美味しいナスになります。そしてもう一つが、去年も栽培しましたが、庄屋大長40センチぐらいになる大長ナスにしました。普通の長ナスを国用とか畜用とかをよく栽培してたんですけど、去年久しぶりにこの大長をやったら、普通の長ナスよりやっぱりこう長く成長するんで、途中のまあこのぐらいでいいかと思った長さで収穫すれば、長ナスと比べて中の種が目立ちにくいので、あ、やっぱこれ便利だなと思って、もうこれにしました。でこの2つなぜしてるかっていうと、普通のまあ千両ナスとか長ナスと比べてそんなにボコ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 できないんですよね。これは大きくなるまで、そしてこれは長くなるまで普通は待つので、家庭菜園でもうナスができすぎてもうナス地獄になりにくいっていうので、この品種にしています。9センチポットを購入してきてすぐ12、3センチのポットに鉢増ししてありまして、で鉢増ししてから1ヶ月ちょっと40日ぐらいかな経ちました。でその間もうこれ枯れてきてますけど、一番花が咲きましたね。はい、はい、水戸ナスはすごく大きい花が咲くんですけど、今回は一番花からすごく立派なお花が咲きました。続いて二番花っていう風に花のつぼみができてきています。はい、で庄屋大長の方も一番花が咲き終わっています。で続いて2番か3番かという風に、つぼみがついてきているところですね。はい、でピーマンはジャンボピーマンのとんがりパワーを栽培します。これも15センチ以上の大きいピーマンになるんですけど、これはまず特徴としては中の種がここにあるように、ちょこちょこっと上の方にあるだけなので、指でコロンと外せばもうほとんど種がなくて、調理もしやすくて味も美味しいので、これが気に入っています。さらに今言ったナスと同じ理由で、これも大きいピーマンなので、大きくなるまで収穫サイズになるまでちょっと日数がかかるので、普通のよくあるピーマンと比べるとまあピーマン地獄になりにくいので、これにしています。はい、でピーマンもこうやって花が咲いてきてますね。そうですね、はい、こんな感じで花が咲いたりつぼみができたりしてきています。はい、これを定食しようと思います。はい、土作りをいつものようにしています。もみ殻牛糞堆肥腐葉土、そしてもみ殻燻炭が入りました。60センチ×3メーターぐらいの畝を作りましたが、まあ、全部は使わないんで、こちらの方に株間50センチちょっとのジグザグ配置にしました。はい、で株の下の方の葉っぱがこうやって黄色くなってくるのは、これはまあ普通のことなので、これはもう気にせず、もうこんなの取っとけばいいと思います。はい、はい、じゃあ植え付けましょうか。はい、それでは植え穴に筋力アップ200倍希釈ぐらいかなが入った水を入れておきます。普通の水でいいと思います。はい、じゃあ水戸よナスから植え付けます。水戸よナスですね。はい、どうですか根張りは。うわ、ものすごいついてます。めちゃくちゃもう回りきってるやん。はい、はい、もうちょっと時間がだいぶ経ちましたね。そうですね。はい、根はこっち側でいい。まあ一応ね、うん、一応じゃあ一番下を通路側の方に向けて植え付けますか。はい、はい、じゃあしっかり圧着させて。はい、続いて大長ナス、庄屋大長です。ピーマンです。はい、ジャンボピーマン、とんがりパワーです。これは普通に方向とかよくわからんですけどね。ピーマンは仕立てがどうこうっていうのはまあありますけど、もうあまり気にせずやっています。そうですね。はい、植え付けできました。こんな感じでナスは肥料食いの上に水もたくさんいるお野菜なので、そうです。こういう感じでいつも
まあ、わかるかな。わかりますかね、うん、はい、ウォータースペースをいつも作って水がちょっと溜まるようにね。そうそう、こう湖に囲まれたお城みたいな。そうですか、はい。はい、そんな感じでやっています。はい、で支柱を立てようと思いますが、ナスは普通枝3本を使って3本仕立てにして、でその枝1本1本に支柱を沿わせてね、1株につき支柱を3本使うやり方をすると思うんですけど、私たちは枝4本使って普通の仕立てより1本多い枝4本を使うんですけど、使う支柱は1本しか使いません。1本しか使いません、はい、いつも使っている支柱は、はい、100均の太さ16ミリ、長さ150センチの支柱を使っています、はい、はい、これを1株につき1本だけ立てます、はい、じゃあまずは刺しますか。どれぐらいですかね、これぐらいでいいですか。これももう私たちいつももう適当です。そうですね、茎から5センチから7センチぐらいのところだと思いますけど、はい、根鉢はもう気にせずうっ刺します。こんなもんでいいですか、うん、はい。夏の終わりにナスって更新剪定って言って、ね、根を切ったりね、葉っぱをバッサリいったりとかするやり方ありますけど、はい、少々切れてももうナス強いんで大丈夫です。そうですね、はい、いつもこうやっています。はい、ぶっ刺しました。刺してしまいました、はい、とりあえず大きくなるまではこの状態 で、はい、でずっとそのまま成長させるんですけど、ある程度6月の中旬以降ぐらいかなぐらいまで私たちはもう茂らせて、で茂らせた株を真上から見て太い枝を4本使って、ここからね巻き結びという方法で結んだ紐で釣り型に吊るす釣り仕立てっていうやり方にしています。この釣り仕立てにすると、まず使う支柱の本数が圧倒的に少なくて済みますし、畑で邪魔になりません。さらにこのツリー仕立ては風を上手に受け流すようで、強風に強くて台風で倒れたことは一度もないですね。そうです、めっぽう強いですね。めっぽう強いですね、はい、で一昨年台風が直撃した時の映像をご覧いただきたいんですが、隣のトマトは支柱ごとボキッと全部折れて倒れたんですが、すぐ隣のツリー仕立てにしていたナスはもう全く無傷でした。台風9号が通過しまして、ダーン支柱が曲がっています。曲がってしまってます。もうグイッと、もうねこれ分かりやすいです、うん、そう全部曲がったよね、うん、もうこれがはっきり分かるんじゃないですか。そうそう、ちなみに他の野菜はというと、ツリー仕立てにしているナスは全く大丈夫でして、風に強いですよね。のれんに腕押し戦法みたいなもんですかね。そうですね、ね、 ねって言われても。、ナスの仕立てに関しましてはこちらの動画でめちゃくちゃ詳しくご紹介しています。吊るす前の4本仕立てに静止する方法も、私たちのやり方はある程度茂らせておいてから真上から見てしっかりした枝を4本残すというすごく分かりやすい方法でやっています。そしてツリー型に吊るす際、支柱に結ぶ便利で強い巻き結びの方法についてもゆっくり詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。このツリー仕立てはナスだけでなくピーマンにも使っています。またトマトも種子と脇芽を伸ばした側枝を使ってツリー仕立てにすることもできます。ちなみに私たちがツリー仕立てに使っている紐は100均のセリアで売っています PP ロープ綾巻3本よりという商品が劣化しにくくて使いやすいので使っています。まあ、いろんな自分のお好みのやつを使えばいいと思いますけど、薄っぺらいやつはもう秋まで持ちませんので、ある程度しっかりしたものがいいかなと思います。購入苗を鉢増しした時に仮支柱してたんですけど、よくしょこれも短くてもう意味がないので乗っけて、はい、で太い支柱にやり替えます。まあ、大体この辺ですかねっていうところですよね。木側から麻紐を回しまして、で茎側はねゆとりを持たせて 2,3 回ネジネジして、で、はい、支柱側はしっかり留めるという方法でいつもやっています。よいしょ、はい、こういう感じでちょっとゆとりを持たせておきます。最後に水やりしておきます。私たちは
筋力アップ200倍希釈が入っています。水やりってこう一旦やってでもう一回やるんですよね。そうですね、植木鉢もそうやけどね、一発でやろうとするとちゃんと吸い込んでいかないんで、そうそうそう、吸い込まずに溢れてしまう、うん、で植木鉢なんかは特に1回目にジャーッとそこから水が出たら、それはなんか植木鉢の中に溜まってた古い水なんで、それを追い出してもう一回やるといいって言いますよね。はい、はい、できました。はい、台風接近に伴って長雨が続く予報が出ましたので、株元にもみ殻を泥跳ね対策としてかぶせておきます。転職してから2週間経ちました。もうこれね、今ちょっとまあ普通な感じでなってるんですけど、転職してすぐぐらいなんか一回もう枯れかかったよ ね、はい、多分ね、根が伸びきる前にちょっとこう水枯れみたいなのが一瞬あったんですよ。そうよね、でもう一回あのナス2つとも死にかかったんですけど、で、あやばいやばいと思って、であのそうそう、お酢をね薄めてかけるっていう、玉ねぎの時に一回言ったと思うんですけど、うん、米酢でも穀物酢でもいいんですけど、お酢を100倍以上に薄めたものを株元にかけると弱種なんかがちょっと活性化するんで、まあ、それをやって、そしたらもうあれ結構やっぱり速攻性があってね。そうですね、うん、でその後水をしっかり吸うようになって、そうやね、で結局根が弱ってくると、まあ、株全体が弱るとその植物の中では窒素過多みたいな状態になっているそうで、でそのお酢をかけることによって酢酸がその窒素と結びついてアミノ酸となって窒素をね、まあ、消化してくれて、だからそんなに窒素成分の肥料をたくさんやってるわけでもないのに、あの虫がたくさんつくとかそういったことは株全体が弱ることによって窒素過多みたいな状態になるっていうことなので、それで虫がね、窒素がこう過多になってくると虫が寄ってきやすいんで、まあ、そういった原因もある場合があるかもしれないですよね。そうですね、まあ、とりあえず株が弱ってちょっと元気ないなと思うときはお酢を100倍以上に薄めて株元にかけるっていうのもいいかなと思います、はい、でその枯れかかった時の名残がねこう反転みたいになって、もうこうもう、そうですね、一回弱りましたみたいなね、うん、これ病歴みたいなのが出てますけど、まあ成長点付近の葉っぱは綺麗な葉っぱが出てまして、ちょっとねこうやって綺麗です、うん、紫がかった葉っぱがこう上にね、上向きになってるので、はい、あっちもそうですけど、こちらの方が症状がちょっと軽かったんですよ、うん、そうだね、まあでもちょっとやっぱりだからまあここは出てるんですけど、うんうん、まあこの辺はもう綺麗、そうだね、はい、そんな感じでまあなんとか復活した感じになっています。はい、でナスは、まあ、一番果を早めに摘果した方がその後の実つきがいいということで ね、まあ、そうですね、最初の株の負担を減らすっていうのが大事だということで、はい、はい、ちょっと見てみます。で最初にあの植え付け前に苗の時に大きい花が咲いてたやつがもう消えたんですよね。あ、これかこれか、これかな、うん、それやね、それが本当はそうだったんですけど、まあ、2番か3番かが結実していまして、だからまあこの、まあ、実質1番かですよね、一番最初に結実したやつをこのくらいの小さいうちに取っておこうと思います。はい、はい、であの花の時に取ってもいいという方もいるんですけど、私たちはもう結実を見届けてから切るようにしています。まあ、この方がなんかこうなり癖がつくとかっていうこともね言われますけども、そうです、うん、で毎年これ言ってるんですけど、最初はこんな小さいうちにね切るなんてもうそんな人手なしなことできないって言ってね、 そんなもうええー、とか言って、初めのうちはねあのためらいが相当ありました。そう、切るのとか言ってね、もうそんなの私できない、マロウさん切ってって言ったら、マロウさんはマロウさんでマロウさん切ってって言ってね、もう押し付け合ってね、今やもう無表情で切りますね、もう冷徹人間に成り下がりました。はい、今年も冷徹人間が切ってくださいます。はいね、はい、はい、うわうわ、もうここ今やこのスピード恐ろしい、はい、はい、こんな感じで、小さいうちに、切っておきます。これ取っておきますか。それも取っとこう、うん、はい、
これが本当は一番だったはずなんですけど、はい、はい、こんな感じで、はい、ナスは一番最初に実ったやつは小さいうちに取っておきます、はい、でここからね、今できてるこれから収穫が始まろうと思います。庄屋オナガも、はい、こんな感じで実ができています。はい、はい、もうこれはもう40センチぐらいビローンとなるんですけど、まあ、このぐらいのうちに取っておきましょうか。そうですね、はい、はい、じゃあちょっと切ります。はい、もうためらいがなくなりました。はい、こうです。はい、こうです。はい、マロウさんが切りました。はい、はい、続いてピーマンです。ピーマンはジャンボピーマンのとんがりパワーをいつも栽培していますが、はい、そうですね、はい、もう何年も。そうね、はい、これが、はい、ここにできてますね。よいしょ。あ、もうできてるやん。できてますね。いつの間にやら。ピーマンこそピーマンこそこうできたやつ最初は取らない。そうそうそう、もっとね小さいうちに、はい、ピーマンの場合はナスは1個だけ、まあ、最初取るんですけど、はい、ピーマンはもう 3,4 個は取りますよね、うちいつもね。はい、そうです。はい、じゃあ取ってください、はい、もうこれもう十分食べれる大きさやね。できました、はい、あとどれどれが、まあ、でもでそんなにないね。 これはもう一株の方はまだ、あ、ここにあるわ、ここにある。このくらいでね、取ればいいんですよね、本当はね。これぐらいで取りますか、うん、はい、どうぞ。はい、はい、こんな感じで取りました、はい、で、ピーマンの花はこんな感じで、雌しべの付け根にね、もうマイクロサイズのピーマンができてるっていう感じで、もうあるんですけど、これがすぐピーマンになってきますが、もう花のうちから取っときますか。これ取ったら花も終わってくる。ああ、じゃあこれは取っときましょう。はい、こんな感じでピーマンは最初に 3,4 個は早めに小さいうちに取ります。はい、6月の中旬ですね。そうですね、はい、この間1バンカーを摘果して、あと2バンカーがこのくらいまで来ました。はい、ちょっともう葉っぱとかが擦れてこんな傷がついてますけど、で下の方の葉っぱがハロウィンのかぼちゃみたいにちょっとホラーな感じに虫に食われてめちゃくちゃなってまして、ね、はい、はい、この辺もね地面についたとこからもうダンゴムシとかがもうね寄ってたかって食べるんですけど、である程度茂らせて、4本に静止して、で釣り仕立てに吊るすんですけど、はい、で早く植え付けた人はもうだいぶ大きくなってると思うので、もう静止して吊るせばいいと思うんですけど、私たちはまだ一回死にかかったんで、そういえば樫野園の他の区画の人も今年ナスみんなちょっと根こそぎ一回死にかかったんね、はいはい、弱ってとか、そうそうそう、なんかしなびたような感じになってるところで、ね、なんかね、あのみんなうち、ね、今年ナス調子悪い調子悪いって人がなんか多かったんですけど、何人かやっぱりおられますね。そうよね、はい、でこういうこのボロボロの下の方の地面につくような葉っぱはもうのけておきます。はい、はい、こんな感じでねもうのけておきます、はい、あの別にこんなあのやがて使わない脇芽とかも別にのけてもいいんですよ。あのやがてのけるんで、あの気になる人は先にのけてもいいんですけど、まあ私たちはこんなのも含めて光合成すればいいやと思って置いてあるんですけど、はい、まあ、こうやって地面につくような葉っぱはもうちょっとのけておきます、はい、こっちの庄屋オナガの方も、はい、汚い葉っぱはもうちょっと抜けて、はい、はい、抜けておきます、まあ、こんなのも別に取りたかったら取ってもいいそんなにこうしないとああしないとっていうことはないんで、うん、そうですね、はい、こんな感じでやっておきます。でもうそろそろ植え付けてから1ヶ月ぐらいになってくるんですけど、まあトマトは追肥あんまりしないんですけど、大体どんな野菜も植え付けてから1ヶ月後ぐらいから追肥っていうのが始まりますね、はい、でナスは肥料食い、さらに水もたくさんいるお野菜なんですけど、最初の追肥をもうそろそろやっておこうかなと思います。そうです、成長点付近の葉っぱが紫がかってきて、別にそんな肥料切りしてる感じではないと思うんですけど、はい、この葉っぱがねもう緑色、こんな色、上の方の成長点の葉っぱもこんな緑色で、でべちょんとなってるのはもう肥料が足りてないと思うので追肥をした方がいいと思います。じゃあもう追肥しておきます。だいたい葉先の真下あたりぐらいまで、どんな野菜も根が張ってるって言われますので、その根っこの先ぐらいに当たると思うんですけど、だいたい葉先の下あたりぐらいに
こうやって追肥をしておきます。はい、使っている肥料はいつもと同じ長岡有機5号という有機化成肥料を使っています。はい、こんな感じでバラバラっとやっておきますね。もうそんなに難しくは考えてないです。はい、もうついでにピーマンもやっておきますか。その容器はあれですね、前から使ってる重宝してるやつですね。これあの100均 の, あの液体洗剤の詰め替えで使うやつですね。はい、これも便利ですよ。穴の大きさが絶妙です。これ便利なんで、まあ、いろんなのをね肥料入れて使ってるんですよね。そういうのもこれ使えるかなとか言ってね、空き容器、例えば蜂蜜が入った容器、はいはい、売ってる大きいやつね、はい、ああいうやつでも、はい、私たちのやつはちょっと微妙にちょっと粒が詰まって使いにくかったんですけど、はい、肥料によってはあれサラサラっとね、そうですね。使ったらいいと思います。この容器は絶妙に空気抜きの穴みたいなのがあるんで、これがあの使いやすい。あ、ここね。というわけで、まあ、こうやって追肥します。はい、まあ、ナスはあの肥料食いなので最低1ヶ月に1回は追肥した方がいいと思います。追肥をしたらお水をかけるのを忘れなく。液肥はいいんですけど、こういったのはもう水で溶けてなんぼなんで。そうですね。これをねあの、はい、バラバラバラってやって満足するんじゃなくて、水をやるところまでがワンセット。はい、まあ水やりをしたり雨が降ったり、そうですね、まあ、それで土に浸透していくっていうやつですね。そうそう、溶けていくやつなんでね。はい、はい、こうやって水をしっかりやっておきます。でナスはあのお水が大好きな野菜なん で、ね、ちょっと最後ためがちにしますね。あのトマトとかと違って、うん、水は好みますんで、そうやね、できる限りしっかりやってくださいって言われます、うん、そうですね。はい、これ水戸用ナスですけど、またお花が咲いています。でナスの花がいい花かどうかっていう長花中花とかね短花中花とかいうのがあるんですけど、そういういい花かどうかの見分け方と、あとこの時期、梅雨の時期ってナスの花がボタボタよく落ちます。でそれがなぜ落ちるのかっていうことに関しましても、釣り仕立ての動画の中に全部解説してありますので、そちらもご覧ください。やがてこれ4本に静止してツリーに吊るすんですけど、今年台風多いですよね。そうですね。でまた台風が接近するとか、そういう強風でちょっと怖いなと思うときは、吊るす枝がそんなに伸びてない場合はある枝だけでもいいので、2本でも吊るしておけば安心だと思います。なるほど。ピーマンです。この株が最初もうすでに大きかったよね。一番花が大きい状態でそっちに栄養を取られてたので実つきが悪かったんですけど、あれを取ったら次々とでき始めました。小さいのができてます、うん、見えるね。はい、こんな感じでつき始めました。でこっちの株は早いうちに 3,4 個取ったのでやっぱり実つきが良くて次々できてきています。はい、まあ、こんな感じでピーマンは最初に 3,4 個は小さいうちに、ね、このぐらいのうちにはもう取ったらいいと思います。はい、はいはい、それではこれで栽培を続けます。今日もご覧いただきましてありがとうございました。ナスとピーマン栽培頑張ります。頑張ります。また動画見てくださいね。はい、お願いします。チャンネル登録お願いします。